こんにちは。水木しげる記念館の3代目館長庄司幸男と申します。よろしくお願いします。記念館は今から16年前、水木しげるロードができて10年後にこの記念館ができました。おかげをもちまして、先月の9月の12日おかげさまで開館以来400万人の入館者の方に来ていただけました。これを年に直すと年平均25万人。ここ人口3万4000のちっちゃな市ですけど、毎年25万人の方に入館いただきまして、本当にこれもひとえに水木しげる大先生のおかげだと本当に感謝しております。ではこれから水木しげるロードをご案内したいと思います。では行きましょう。そちらから境港駅までの、ほぼ直線なんですけど、およそ800メートルが水木しげるロードです。この記念館のあるとこが駅からの反対およそ800メートルの地点にありますので、ここから駅に向かって歩いていきましょう。例えばこれ猫股って言うんですけど、ここにあるようにこれ個人の方がスポンサーなんですよ。ほとんどのブロンズは市が建ててるんですけど、その中今177体このロードにあるんですけど、そのうちの約40体がこういう個人とか法人のスポンサー、その方が寄付していただいてブロンズを建て、それが市の方に寄贈されて、今こうやって皆さんに見ていただいてると。本当に市だけじゃなくて民間の方のご寄付によってこういうブロンズ像もどんどん増えていってるというこの水木しげるロードです。駄菓子屋さんなんですけど、この子供の店ゴンダ、今でも子供さんが50円100円持って行って結構たくさん買えるという昔懐かしの駄菓子屋さんで、ここは妖怪村といってオリジナルのデコマンですね、人形焼きを作っておられるお店です。大変人気のある。あ、ちょっと見えますか、向こうにネズミ男が見えますね。お客さんと仲良く写真を撮っておられます。これは作られた街じゃなくて、本当に昔からの商店街が、その水木しげるロードができて妖怪のグッズとかを売ってると。ここなんかも元は信用金庫、銀行だったとこを、銀行が移転したためにその建物をそのまま利用して妖怪まんじゅうと、大変お土産で皆さん買っていかれる人気店です。例えばこのブロンズですけど、本当はブロンズですんで、この辺の分かりますかね、この青銅色が元々の色なんですけど、みんなが触るとピカピカになるんですよ。でこれを見るとみんながどこを触ってる、ハゲたツルツルになった妖怪はいかにもみんなに愛されてみんなに触られてるんだなっていうのがよく分かります。その辺もまた見ていただくとブロンズの楽しみ方と言えると思います。あれはこのロードが新しくなった時に、昨年の夏ロードがリニューアルになったんですけど、その時設置された井戸ですね。皆さんご存知ないと思いますけど、昭和40年ぐらいまでは井戸があって、スイカを冷やしたり、いかにもこの妖怪の歩くロードにはぴったしのアイテムだと思います。いや、例えばここなんか本当銀行なんですよね。でここを読んでもらうと笑っちゃうんですけど、 ATM 周辺で妖怪に暗証番号を聞かれても決して教えないでください。
ね、なかなかあのシャレの効いた銀行だなと。結構あの銀行っていうとお堅いイメージがあるんですけど、やっぱり栄港ではこうやってもう妖怪に特化したこういうデコレーションでお客さんに喜んでいただくと。目玉ね、やっぱりあの一番絵になりますし、アイキャッチとしてもやっぱり目玉親父っていうのはすごく人気ありますよね。ここもあの目玉親父がいらっしゃいませと、紙下を着て、しかも紙下があの鬼太郎のちゃんちゃん子ですからね。でそこにカッパの三平がいますけど、あのここ水木しげるロードにはあの妖怪が365日何らかの妖怪が常に歩いてると。で鬼太郎とか猫娘、あのネズミ男とかいっぱいいるんですけど、あのどの妖怪に会えるかはまあ運次第と。妖怪もあの気まぐれなんで、今日は鬼太郎、せっかく来たんだから鬼太郎に会いたいとかって言われても、なかなかあの皆さんの都合通りにはいかないと。こればっかりはあの妖怪任せということでご理解いただきたいと思います。でここ妖怪お休みどころ砂掛け屋、あの初めて来られた方はお休みどころだからお茶でも飲めるのかなと思うんですけど、本当に妖怪しか入れない、妖怪が休憩するとこなんですよ。あそこにもこの先妖怪、妖怪の会はあの世界の会になってますけど、この先妖怪、人間の立ち入りはご遠慮くださいと、妖怪しか入れないとこなんですよ。でここにあの昨日来てみたんですけど、平鬼太郎があったんですよ。よろしいでしょうか。この辺はあのここの娘さんが手作りで作られてるんですけど、あの品切れになってるんですよ。あ、ここですね。あ、結構一番目に入るとこに。こんにちは。今日はちょっと取材で今回っておりますので、これがあの辰巳屋商店といいまして、これ何年創業ですか。これが前からなんですけどね、これができてから70年経った。70年ですから、いやいやいや、あの電話番号を見てもらって分かるように、局番がないんですよね。局番なしの2750、いかにあの境港で電話が少なかったと、局番がなくてもかかると。本当にあの昔ながらの、あの今袋売りになってるんですけど、もともとは量り売りだったと。だからこのロードを象徴する、あのいかにも妖怪が昔からここに住んでたんだよという象徴的なお店だと思ってます。ネズミさん、あ、青になった。